バリケードがないのはなんかやっぱ一歩進んだなって感じがしますね。まあでも率直には嬉しいです。やっぱりここまでやっときたなって、まあ、もうすぐ11年丸々ね11年経つんですけどね。でも、まあ、ここまで来れたのは非常に嬉しいことです。まあ建物も壊さないいっぱいいろいろあったんだけど、俺自体はやっぱここに戻ってきて準備しか始まったら、まあ、それなりにして泊まれるようにしてここに戻ってきたいんですけど、やっぱりもう夜の森ってもともと開拓っていうか新しくできていった町なんで、駅ができて発展していった町なんで、まあ、駅前だし、まあ、ちょっと先頭切ってここに住み出して、あと周りの人戻ってきてくれたらなっていうふうに思います。まあ、夜の森に人がどんどん増えていくスタートにしなきゃいけないと思ってるし、でやっぱり西口にあっちが綺麗に見えるけど向こうでねいろんなことやってくれてるから、やっぱこっちでも何かやろうかなというふうには思ってます。ただ住むだけじゃなくて、次の一歩、夜の森がもうちょっと発展していくために必要なことをやっていこうかなというふうに思います。